ありますか？いやないです、そんなにないですけどね。でもまあちょっとね、年を取ってきたのでもうちょっと若返りたいですけどね。すいません、くだらない答えですいませんでした。まあでも周江村はそもそも日本の日本人のコスメの会社ですが、今ロレアルのフランスの会社なんで、今日のイベントとかももう、めっきりフランスっぽいんですよね。だから僕としては日本のブランドというよりはフランスのブランドと一緒に仕事している感じだったし、彼らのそのコラボレーションの時のコンセプトもやっぱりルイ・ヴィトンと同じようにすごいアグレッシブでコンセプチュアルだったんで、すごく楽しかったですね。なんか要するにマーケティングというよりはコンセプトにやっぱすごく集中してくれるんで、すごくクリエイティブで楽しかったです。まあそれはしょうがないですよ。少年の頃の夢だったのでもう変えられないんですよね。僕も同じ今のくださった質問と同じ質問を自分自身に何度も問うてるんですよね。なぜかというとアニメーション作るとすごくお金がなくなるので、やっぱり自分はアニメーション才能がないので、非常にお金もかかるし手間もかかるし、だからという成果が出ない。でそれをもう何年か十数年間やってるんですけど、やっとこう短編が自分たちの力だけでできるようになってきて、やっぱり進歩がゼロじゃなかったので、一生懸命やり続けることでそのうち映画ができないかなと思ってやってます。